皆さん、こんにちは。輝かしい笑顔と透き通るような歌声で、80年代から90年代にかけて日本中を魅了した中山美穂さん。彼女の人生は、まさに日本の芸能界の縮図ともいえるドラマチックなものでした。今回は、中山美穂さんの波乱万丈な人生と、彼女が日本の芸能界に与えた影響について、深く掘り下げていきたいと思います。1970年3月1日、東京都小金井市に生まれた中山美穂さん。彼女の芸能界デビューは、多くの人々の記憶に鮮明に残っているのではないでしょうか。1985年、わずか15歳でリリースされたデビューシングル、C は、オリコンチャートで10位を記録。その後、ワクワクさせてて初のオリコン1位を獲得し、一躍トップアイドルの仲間入りを果たしました。中山美穂さんの魅力は、歌唱力だけではありませんでした。1986年に公開された映画、時をかける少女で主演を務め、演技力も高く評価されました。この作品は、後に何度もリメイクされる名作となり、中山美穂さんの代表作の一つとして語り継がれています。80年代後半から90年代前半にかけて、中山美穂さんは日本を代表するスーパーアイドルとして君臨しました。ただ愛してる、キャッチミー、You are my only shiny star など、ヒット曲を次々と生み出し、コンサートやテレビ番組で圧倒的な存在感を示しました。彼女の歌声と表現力は、多くの若者の共感を呼び、時代を象徴する存在となったのです。しかし、華やかな表舞台の裏で、中山美穂さんは常に孤独と向き合っていたといいます。あるインタビューで彼女はこう語っています。誰もが私を知っているのに、本当の私を知っている人はほとんどいなかった。それがとても寂しかった。この言葉は、トップアイドルとしての栄光と、一人の人間としての苦悩の両面を如実に表しているのではないでしょうか。昭和芸能、中山美穂さんの恋愛遍歴も、世間の注目を集めました。特に、同じくトップアイドルだった田原俊彦さんとの交際は、大きな話題となりました。1989年、二人のハワイ旅行がスクープされ、アイドル同士の恋愛として世間を騒がせました。しかし、この関係は長くは続きませんでした。その後、中山美穂さんは様々な男性との交際が噂されましたが、真相は明らかになっていません。彼女の魅力に惹かれた男性は多かったようですが、同時に、トップスターとしての重圧や、常に世間の注目を浴びる生活が、彼女の私生活に大きな影響を与えていたことは想像に難くありません。2002年、中山美穂さんは俳優の辻仁成さんと結婚し、フランス・パリに移住します。この決断は、多くのファンを驚かせました。なぜなら、それは彼女が長年慣れ親しんだ芸能界を離れ、新たな人生を歩み始めることを意味したからです。パリでの生活は、中山美穂さんに新たな視点をもたらしました。日本にいるときは、常に誰かの期待に応えようとしていた。でも、パリでは誰も私のことを知らない。そこで初めて、本当の自分と向き合うことができたと、彼女は後にインタビューで語っています。しかし、2014年、中山美穂さんと辻仁成さんは離婚を発表します。12年間の結婚生活に幕を下ろした理由について、二人は価値観の違いを挙げていますが、詳細は明らかにされていません。この離婚を機に、中山美穂さんは日本での活動を再開します。復帰後の中山美穂さんは、主に女優として活躍しています。ドラマや映画に出演し、その演技力は高く評価されています。特に、2018年の NHK 朝ドラ、半分、青い、での演技は、多くの視聴者の心を打ちました。しかし、復帰後の中山美穂さんをめぐっては、いくつかの憶測も飛び交いました。特に、容姿の変化や声の震えについて、様々な噂が広まりました。これらの噂に対して、中山美穂さん本人は明確な言及を避けていますが、芸能界での長年のキャリアや年齢を重ねることによる自然な変化である可能性が高いと、
多くの専門家は指摘しています。中山美穂さんの歩みは日本の芸能界の変遷そのものを映し出しているとも言えるでしょう。80年代のアイドル全盛期から90年代のバブル崩壊後の混乱期、そして2000年代以降の SNS 時代まで、彼女は常に時代の最前線で活躍してきました。彼女の影響力は音楽や演技の枠を超えてファッションや美容の分野にも及びました。80年代後半から90年代前半にかけて、中山美穂さんのヘアスタイルや服装は多くの若い女性たちのお手本となりました。ミポリンの愛称で親しまれた彼女は単なるアイドルを超えて一つの文化現象となったのです。昭和芸能、中山美穂さんの魅力はその多彩さにあります。歌手としての活動はもちろん、女優としても高い評価を受け、さらにはファッションアイコンとしても影響力を持ちました。これほど多岐にわたって活躍できる才能はまさに稀有なものと言えるでしょう。彼女の歌唱力については賛否両論があります。確かにテクニカルな面では他のトップアーティストに及ばない部分があったかもしれません。しかし中山美穂さんの歌声には聴く人の心を揺さぶる不思議な力がありました。それは技術だけでは説明できない彼女独特の魅力だったのです。中山美穂さんの人生は決して平坦なものではありませんでした。トップアイドルとしての栄光、結婚と離婚、海外生活、そして芸能界への復帰と、さまざまな経験を重ねてきました。それぞれの局面で彼女は常に自分らしさを失わず新たな挑戦を続けてきました。現在50代となった中山美穂さんですが、その美しさは健在です。年齢を重ねることでむしろ深みを増したと言えるでしょう。彼女の目には若い頃には見られなかった静かな輝きが宿っています。それはさまざまな経験を経て得た自信と落ち着きの表れなのかもしれません。中山美穂さんの今後の活動にも多くの人が注目しています。女優としてのキャリアをさらに深めていくのか、それとも歌手としての活動を再開するのか、あるいは全く新しい分野に挑戦するのか、彼女の選択が多くのファンの期待を集めています。中山美穂さんの人生はまさに日本の芸能界の縮図と言えるでしょう。80年代のアイドルブーム、90年代のバブル崩壊後の混乱、2000年代以降の SNS 時代の到来、彼女はこれらの激動の時代を全て生き抜いてきました。その経験は彼女にしか語ることのできない貴重なものです。中山美穂さんが芸能界に与えた影響は計り知れません。彼女の存在は後続の多くのアーティストたちに勇気と希望を与えました。アイドルとしてデビューし、歌手として成功し、さらに女優としてのキャリアを確立する、この多彩な活躍は多くの若手タレントたちの目標となっています。また中山美穂さんの海外での生活経験は日本の芸能界に新たな視点をもたらしました。彼女が語る海外での体験は日本の芸能界の閉鎖性や独特の慣習を再考するきっかけとなりました。中山美穂さんの人生から私たちが学べることは多いでしょう。華やかな表舞台の裏に隠された孤独や苦悩、そして常に自分らしさを失わず新たな挑戦を続ける勇気、これらは芸能人に限らず私たち一人一人の人生にも通じるものではないでしょうか。最後に中山美穂さんの言葉を紹介したいと思います。人生に後悔はありません。すべての経験が今の私を作っているのだから。この言葉には彼女の人生哲学が凝縮されています。華やかな成功も苦い失敗もすべてが自分を形作る大切な要素だという認識、この前向きな姿勢こそが中山美穂さんが長年にわたって多くの人々に愛され続けている理由なのかもしれません。中山美穂さん、彼女は単なるアイドル、歌手、女優という枠を超えた日本の芸能界を代表する存在です。その波乱万丈な人生は私たちに多くの示唆を与えてくれます。今後も彼女の活動から目が離せません。新たな挑戦を続ける中山美穂さんの姿はきっと私たちに勇気と希望を与え続けることでしょう。
今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。